ファーストチャンネル、どうも、もしも青春の Y です。んチャンツケは今日は Y 氏一人会ということで。そうですね、いかんせんね、年末年始お二人のスケジュールが合わないということでね、新しい心霊アイテム兼ションスケ君の魂も入ってると言われている、はい、バゲタンワラシという名前らしいです。ちょっとフォルムがね、確かにションスケ君に似てるなっていう。もう完璧にションスケですね。はい、ちょっともう、まあ、基本的には昨日はバゲタンと一緒です。はい、引き続き本日2カ所目の心霊スポットやってまいりました。はい、はい、こちらも和歌山県の旧風吹トンネルという場所に来ております。そこの心霊スポットの曰くというのがですね、立地がですね、まあ、山にあるじゃないですか、トンネルって、はい、でそのトンネルの山の上がですね、まあ、火葬場になってるということで、はい、まあ、その下にあるトンネルということで、はい、まあ、そういった現象の目撃が多数あるということですので、はい、まあ、じゃあそのトンネルに行く前に火葬場に行こうじゃないかということで、はい、今現在その火葬場に来ております。はい、はい、というわけでこちらご覧ください。岩出市火葬場、あ、火葬場というわけで市の火葬場っていうことですかね。はい、岩出市というところにあるみたいです。はい、なんでまあここは施設なんで、まあ、当然入れませんが、はい、こちらにですね、はい、なんかお地蔵さんが敷地外にあるんで、なぜこのようなところにあるのかちょっと謎ですが、ちょっとじゃあお参りだけしていきましょうかね。はい、はい、というわけで我々ね、はい、悪意のない礼儀正しい YouTuber なんで、はい、はい、決してね、そういった例をバカにする目的ではやってませんので。そうですね、はい、なんでちょっとご挨拶だけしておきましょう。はい、はい、我々もね、配信引き続いて後でさせていただきます。はい、でもこれどうしました、すいませんが、じゃあちょっと撮らせてもらいましょう。なんかお地蔵さんで僕基本目つぶってるお地蔵さんしか見たことないですけどね。はい、目開いてます。これだ、こちらの方だけ、はい、なんか目開いてるって思う。これあ、めっちゃ見開いてるってことですか。はい、そういうめっちゃ怖いですね。そう、なんか他のやつはなんかこのくぶなんか目この閉じてるところがめっちゃ薄いんですよ。はい、このやつめっちゃ濃いんですよ。しかもなんか一個一個なんかえ左の一番左、はい、なんかついてらっしゃる、左ついてる、左に、え、右肩になんか、あ、なんかあのあれ持ってます。バケタンワラシじゃなくて。バケタンワラシで誰が持つね。尺状みたいなものついてんの。びっくりした、またなんか肩に乗ってんのかと思う。本当ですね、持ち手が全部違いますね。はい、全部手ちゃうし、いや顔も、あ、違うんですよ。なんかシュッとした方もおれば、個性があるんです、ね。ちょっと腫れぼったい感じの方も。この方なんかこっち面だけなんかちょっとボコって。くれてる感じが、うん、確かに顔が違いますね。うん、全てに何か意味がある、あるんですかね。そうでしょうね。よくなんか手の形とか、はい、仏像とかはよく意味があるって言いますね。はい、こうなんか上向いてたり下向いてたりとか、あ、はいはいはい、はいはい、何持ってるかとかもなんか、でもみんなやっぱ持ってるもん全然違うんですね。はいはい、なぜこのような形で、うん、お地蔵さんがあるのか、なんで敷地内じゃなくて外なんですか。外なんですかね。まあ、やはりなんかトンネルと関係があるのかもしれませんね、この近くの。まあ道路、まあ、お地蔵さんってよくね、道路に道にまつわる神様で、あ、はい、よくね、はい、道の守護者というか、はいはい、そういう存在でもあると思うんで、なんか事故が起きないようにという、まあ見守ってくれてるんかもしれません。ね、もしくはそういう事故があって、はい、その慰霊のために建てられたものかもしれません。あ、まあ、じゃあちょっとご挨拶させていただいて、ちょっと撮影させていただきました。お邪魔します。はい、ではいよいよね、この後旧風吹トンネルにね、はい、これから行きたいと思いますので、はい、ゴーストチャンネルまだまだ続きます。あ、行きたくない。後半戦、
というわけで、はい、先ほどの火葬場の下にあります、はい、まあ、旧風吹きトンネルの方にやってまいりました。こちらが旧風吹きトンネルとなっております。このようにね、閉鎖されたトンネルなんですよね。はい、はい、では中に入らんでってことですね。そうですね、はい、入りたくても入られへんすからね。はい、うん、そうですね、はい、なんかやっぱ行き止まりということで、あ、なんかしょんすけどもが言ってるんちゃうか。何、どうした、何言ったん、どうした、おい、なんとかダニー言ってますでしょダニーダニーって言ってなかった。しょんすけそんななまってたっけ。ちょっと喋らせていきましょうか。さっき多分この子が喋ったと思うんですよね、今のね。うん、いや完全にこいつ、うん、やばい雰囲気ダニーって言ってたなんか聞こえた気がするんだよな。 あなんか聞こえた気がするんだよな、ということで緑を示していましたけど、緑でもなんかあるんですかね。なんかこの子は何か聞こえたみたいです、ね、ちょっとなんか態度がちょっとふてぶてしくなってきましたけどね。そんな変わったなんか今車の音が聞こえてると思うんですけどもちょっとまあどでかいトラックが後ろに止まっておりまして、はい、ここで休憩されてるトラックの方がいてるんですが、お邪魔にならないように、はい、アイドリングの音もうるさいんで、まあ、ある程度音出しても大丈夫だと思うんですけど、まあ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 言ってるんで、はい、なんで寝てらっしゃるっぽいんで、はい、さっと撮影だけさせてもらって心霊検証してみましょう。でもめっちゃ気持ち悪いですね。なんか見てくるとこんな感じになっております。なんかもう蓋が上、あ、名前が書いてますね。なんていうの、全然違う名前書いてますよ、うん、全然違う名前です。なんなんですかね、ほんまに、うん、また一個謎が生まれましたね。はい、というわけでちょっとこれ以上のことは我々は分かりませんので、はい、ちょっとでも最後ちょっと見ていきましょうかね。はい、あツタがもうびっしり見てますね。でここ、うん、でかい扉になってるんですね。そうですね、中あ、まあ、鍵があって入られへんようにしてて、でここがですね、はい、予約としましては、はい、若者とかがね、ちょっと隙間があるっぽいんで、うんうんうん、そこから入って、はいはい、なんか探検した時に、はい、なんか3人で来たはずやのに、はい、なんか1人増えてて、はい、で数え直したら、はい、ほらやっぱ3人やみたいな、1人増えてたって言うんですよ、っていうなんか噂がありますね。でもう一つがですね、はい、それは多分ここがまだ閉鎖されてない頃やと思うんですけど、はい、ここにここを通り抜けとしたら、うん、アクセルが踏んでないのに加速していって、マジで、はい、で急ブレーキを踏んだという話とか、はい、あ、え、もう一つの噂でですね、はい、ここの道路の近くを通った時に、はい、急に意識が朦朧として、はい、意識を失ったらしいんですよ、はいはい、で気がついたらさっき見に行ったあの火葬場あるじゃないですか、はいはい、あそこの駐車場で目覚めたっていうんですよね。で、はい、ここで意識朦朧っていうのをまさに今起こってるような、ね、近くにねトラック止まってるんですよ、はい、結構でかいトラックが、うん、でほんま我々が来た途端にそのトラックが急に入ってきて、ね、はい、最初 U ターンするんかと思ったら、はい、ずっと止まったのが動かなくなったんで、でも運転席におられないんで、いない、はい、多分後ろの多分寝台の方に行ってるんでしょうね、はい、でもしかしたら意識を朦朧として、ああ意識朦朧状態で、はい、ここまで来て、はい、この道路のそういうなんか魔力といいますか、ああそういうのにやられちゃったのかもしれない、やられちゃった方なのかもしれない。で火葬場にあったそのお地蔵さんの謎、はい、あのお地蔵さんがなんで外にあったのかっていう、はいはいはい、やっぱそういう意識朦朧とさせる何かそういう現象が起きてるからなのかもしれません、ね、だからああいうふうに外に向かってたのかもしれませんね、うん、お地蔵さんが怖すぎるでしょ、そのためのお地蔵さんか。で実際ね、その、はい、ここはもう閉鎖されてるんで事故は別に、はい、その大きいニュースっていうのはないんですよ、はいはいはい、当時は分からないですけど、ね、はい、ただこの
新しい方の風吹きトンネルは結構大きい事故が起きてるみたいで、マジで、まあまあ人が亡くなられてるみたいなんで、はい、やはりそういうものの何かを招いてるのかもしれません ね何かあるのかもしれない、はい、というわけでまあちょっと奥の方を見てみましょうかね。はい、まあ、こんな感じ。今なんかこう資材置き場になっているみたいで、うん、なんか工事現場の道具やら何やらが中に積まれてるマスが、うん、埃が積もって、うん、長らくそうですね、使われてない感が、はい、ありますよね。めちゃくちゃありますね。はい。こしょ。何かな、思った。車が来ました。あ、これは通り抜けました。はい、びっくりした。びっくりした。もう怖いよ、もう。意識を失った車が突っ込んでくるのかと思いました。もう死しかない、もうこんな怒られたら。あそこにちょうど。ミラーがありますね。なんでこんなところにミラーあるんでしょう。ねえ、ここね。普通にこれですね。でもこれもなんか資材として置いてるんじゃないですか。だってここにミラーつける意味ない。元からあったかと思いましたけど、そんなわけないですもんね。ね、なるほど。はい。というわけで、はい、なんでちょっと謎は尽きないんですけれども、はい、何がそういった心霊のはい、噂を呼んでいるのかちょっと調べたいと思いますんで、はい、まずはじゃあ我々のいつも使っている心霊アイテムでちょっとまず何かそういった霊がいてるのかどうかみたいなちょっと調べてみましょう。いかしまいます。はい、怖いよこれ。この時間がほんま嫌いや。あかん、あかん、やばい。なんかついてきてんなこれ。やばい、めっちゃゾクゾクゾクってした。あ、もう最悪やん。うわ、ちょっと待って、ほんまに、ちょっと待って。あ、腹立つ。もうなんでなん、ほんまに。もう、いやいや。もしかしたらここじゃなくて。何？何？仮想場から来てるのかな。もうたまらんって。そうですね。それはあれ最悪やん、最悪やん、最悪やん。もう、うん、前に出過ぎやからちょっとうちの長くわらしくん出てる。ああ、そうですね。頼むで、頼むで、ション、頼むで、ションスケ。あ、車が来た。よいしょ。頼むで、ションスケ、頼むで。先ほどの車でしょうか。怖い感じはしないよ。嘘つけよ。ああ、なんて言ってました。怖い感じはしないよ。めっちゃ怖いねんけども。いや、怖い感じはしないよって言ってますね。ちょっと待って、あかん。でもほんまにやばいなこれ、うん、ほんまになんかちょっと、そして私は今ちょっと、うん、こう何、あ、脇腹をつっております。なんでな、なんでな。ちょっと待って、マジで。なんかでも人間バケタンとしては怪しい、はい、誰かから見られてるとかよく言うじゃないですか、はい、怪しいって、はい、そういう感覚はどうですか。いや、正直ないんですよね。はは、なんかなんなんやろ、はい、分からん。もう、まあ、今回のその仮想場行ってここに来てるじゃないですか、はい、道中とかも大丈夫でした。道中も特にそんなことなかった。お地蔵さんのところも、お地蔵さんのところも、なんかお地蔵さんに関してはなんかすごい変化を気づけたなっていう。あ、確かになんかシンクロしてたのかもしれないですね。気持ちが乗ってたのかもしれないですね。でも、ちょっと待って、もう俺それよりも今もうバケタンが怖すぎんねんけど。じゃあもう一回やってきますか、バケタンを、はい、頼むわほんまに、はい、これでもう1回が来たらほんまにありえへんってことですよね、はい、そうですね。いや、2回連続はほんまにやばいらしいです、ね、やばいですよね、はい、もう2回連続出たら帰りましょう。あかん、なんでだね、わけわらずってきた。ちょちょ、そっちのあかんかい。運動不足やだな、はい、行くで、はい、というわけで緑色ということで、もう何なん、緑色は何もいてないフラットな状態ということですんで、まあ、先ほどのはだから
ちょっとした乱数の気まぐれということなんでしょうか、ね、気まぐれ、ほんまの気まぐれ、はい、あのピーローピーロー言ってたのに気まぐれ、もしくはあのトラックの兄ちゃんの念がこちらに、ちょうるさいなみたいな何であいつらと思ってるのかもしれません、申し訳ございません、違うとこで寝てくれたそうですね、なんでこんな怖いとこに寝るのか分からない、はい、もしかしたらもう一つの可能性としては、はい、我々がねちょっと人数が多すぎるのかもしれませんね、一人でこれを検証してもらったらなんかこう見えてきたり何かを捉えることができるのかもしれません、この後にいやいやもういやいやいや、ほんまにマジでマジでマジでもう無理やって、もう無理絶対いやいやいや、もうほんまにいやいや、ほんまにほんまにほんまにもういや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 って言ってもなんかやらな帰られへんし、もうやんなもうほんまに社長はいはい、視聴者さんの声が聞こえてきてる、そうですね、頑張れって、で何も聞こえへん、何も聞こえへん、頑張れ、ただのアイドリングの音しか聞こえへん、頑張れ頑張れワシということでねカメラの向こうのショウスケ君に向かって最後じゃあお願いします、最後って何や、ショウスケ、僕がいなくなっても、はい、ずっと僕はショウスケのそばにいてるんで本気のやつやね、なんか触れられたなと思ったら僕やと思ってくださいお願いします、はい、いなくなることはないと思いますけど性格が変わってもらうかもしれない違う人物みたいな違う人物なるか、はい、飛んでるか、あどっちかなそろそろじゃあお願いします、はい、では、うん、ゴーストチャンネル小林による一人検証スタートです、今から検証したいと思います、検証アイテムは毎度おなじみのスピリットボックス、それを録音するボイスレコーダーです、で温度感知器もつけときます、今つけます、はい録音します、誰かここにいてますか、おおバーリ反応するやん、えぐいえぐい、わかったわかった、オッケー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 、一旦ちょっとリセットさせてもらいます、ここにもし誰かいるのであれば、え何、ここにもし誰かいるのであれば、応答願います、わーめっちゃ、あやばい、あ青っすね、鳴りやみましたね、誰かいてますか、これやばいわほんまに今日、誰かおる、誰かいますか、ちょっと待って見えへん、待って待って待って、ほんまにちょっと一旦落ち着こう、一旦落ち着こう、あがあがパニックになる、一旦落ち着こう、ちょっと待って一旦ちょっと止めるから、もう何も聞いてないかもしれないですけど、もうちょっと、再生します、録音します、誰かここにいてますか、おー周り反応するやん、ええぶえぶ、わかったわかった、オッケー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 、一旦ちょっとリセットさせてもらいます、ここにもし誰かいるのであれば、え何、ここにもし誰かいるのであれば、応答願います、わーめっちゃ、あやばい、あ青っすね、鳴りやみましたね、誰かいてますか、これやばいわほんまに、誰かおる、誰かいますか、ちょっと待って、
ゃあもう一回質問させてもらいます。今ここにいはる人は、なんかすごい怨念を持った人なんですか？嬉し、悲しいとか、ああむ、あ、悲しいとか、悲しいんですかね。なんかそれはなんで、あか、マジでやばいわこれ。ちょっと頭の中整理してよなっていうか。ちょっと一旦ちょっと切ります。再生しますね。なんか声聞こえてんけど今。え、マジなんかおるんかな。ちょっとやばいわこれ。なんかおる。ちょ待って、やっぱりなんかふんふんふんって言ってる。ふんふんって泣いてる。録音します。あれ、なんか今なんか喋りかけてくれてますか？なんか今声聞こえたような気するんですけど、何か僕に言いたいことありますか？もうなければ帰らせてもらいます。違うと思うんで、まあ電波の関係かなっていうのがあると思うんで離婚します。それではもうそろそろもう僕も限界なんで帰らさせていただきます。ありがとうございました。また何かあれば、社長かヒゲ D のところに行ってください。お願いします。暑い。待って待って、初めてやわ。赤は赤は初めてやわ。寒いね今。何が言いたいんかわからないんですけど、
はい、もうあとはもう社長たちに任せます。ありがとうございました。再生します。お願いします。それではもうそろそろもう僕も限界なんで帰らさせていただきます。はい、ということで、まあちょっと僕もパニックになっちゃったんで途中で何を言ってるかもう分からへんし、ああほんまにもうマジで一人は嫌です。ということでちょっとカメラの充電も赤くなってちょっとやばいんで帰ります。ありがとうございました。なんか寒かったら普通青くランプ光ったりするじゃないですか、はい、赤なんですよね。でも握ってはないんですよ。なるほど。こういうふうになんかあの指の先で自分を持ってたんで身体的な部分で感じるところはありました。声聞こえるんですよ。あ、なるほど。なんか女性のちょっとすすり泣く、ね、はいはいはい、みたいな感じの声と、あとはなんか何人かでなんかみたいな。だから僕あれなんですよ、 D と社長が喋ってると思ったんですよ、はい、いやそんな大きい声では喋ってない。そうですよね、はい、いやでも絶対そんな絶対せえへんなって思ったんですけど、はい、新人のこのわらしくんかつ翔介くんの魂が宿ってるこのフォルム、はい、わらすけのこのわらすけにちょっとわらすけにちょっと、はい、はい、最後に聞いておきましょう。じゃあちょっと、はい、はい、じゃあ頼むで、はい、わらすけ、人はいっぱい読んでるよな。新年一発目の心霊スポットということで、はい、まあ、いろんなスケジュールの都合で、はい、翔介くんはこのような形での参加となりましたが、ね、はい、はい、あ、翔介くんちゃうかと、はい、わらすけ、はい、というわけでね、またね2人会すぐあると思いますんで、何よりちょっと寒いんで、はい、このぐらいにしてもらって、はい、はい、ではいつものポーズやっていきましょうか。はい、はい、ゴーストチャンネル、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ゴーストチャンネルでは地元ならではの心霊スポットと心霊現象でお悩みの事故物件をお持ちの方の情報を募集しております。ゴーストチャンネル公式 Twitter の方に DM でお願いします、はい、それとチャンネル登録とあとコメントなどもよろしくお願いします。じゃあまたね。